スイッチを修理してみたら、これ分解済み？アンマン爆睡してる。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんが、寝てます。やめてよって言ってる。爆睡中です。もう眠いんだからーって言ってる。眠たそう。こちょこちょしないでよって言ってる。気持ちよさそうに寝ております。あんまちゃんでございます。今日もぐっすりです。腹筋してる。寝ぼけてるぞ。それでは本編スタートです。どうもプニでございます。お元気ですか皆さん。今日はですね、こちらの任天堂スイッチですね、これを修理していこうかなと思ってます。こちらね、ジャンク詐欺により壊れてなかったんですよね。この症状は出てなかったです。なので、こっちも壊れてるし、ちょっとね、修理したい部分はあるので、それをね、今日はやっていこうかなと思っております。で、修理にあたり、ちょっとジョイコンもね、1個1500円で買いました。左右2セットですね。で、あとね、バッテリーも交換しようかなと思って、ロアジャパンのね、バッテリー買いました。私結構ね、ロアジャパンのバッテリー使ってるんですけど、今まで問題が出たことないので、ロアジャパンのね、バッテリーを使うことにします。容量がね、多くなってればいいんですけど、どうですかね。それもちょっと見どころですね、今日のね。で、あとね、外装買いました。よいしょ。外装をね、ちょっとスケスケにしようと思って。スケスケの外装を買いました。で、ジョイコンもなんで買ったかっていうと、スケスケジョイコンつけたかったからなんですよね。そう。どうせならスケスケジョイコンをつけたいじゃないですか。で、あとこれ、どうやってつけるんだろうな。中開ければわかるのかな。どうやってつけるのかわからないですが。バラしてね、見ていきましょう。変えるのはね、後ろだけの外装なんですよね。こんな感じでつくとは思うんですけどね。つけれるかな。ちょっと心配ですが。このスケスケ外装をね、つけていくという、そういう動画になります。で、中に入ってる部品は、ネジなんかも一式入ってるし、ドライバーも入ってるし、これはネットですね。もう入ってるし、で、左右のね、ジョイコンのケースですね。これも入ってます。ボタン類もね、全部透明なのが、入ってるんで、交換できたらいいなぁと考えております。このドライバーもなかなかアルミ製かな？金属製でしっかりしてます。という、こんな感じのね、ものでやってきます。さあ、まずはですね、ジョイコンのチェックをしてみようかなと思ってます。このジョイコンはね、基本壊れているものということなので、認識はしましたね。一回テストしてみようかなと思ってます。よいしょ。で、下行かないね。これは、あれだな。スティックの問題で、治るかな。やっぱり左側のスティッ
ックを多用するんで、やっぱり壊れやすいのは左側ですよね。すいません、ちょっとねしどろもどろで、うん。右側は問題がないですね。こっちはどうかな。よいしょ。あれ、認識しないね。もうこっちは全然ダメですね。完全ドリフトしてる。で、こっちは問題がないですね。で、ボタンチェックですね。右側は問題がないんですけど、B がね、チャタリングするかな。2、3回入っちゃう。黄色い方は認識しないな。ダメですね。これで、ジョイコンはね、入れた時に認識してるんですけど、ボタンが一切効かないな。まあ、この辺もちょっと、何が原因かね、後々見ていこうかなと思ってます。この動画はね、多分、時間的にバッテリー交換までになってると思うんで、これは問題がないな。で、こっちですね。よいしょ。こっちは問題がないかな。スティックも入るし。まあじゃあ、あれですね。黒い方をスケスケボディにしようかな。まあこの黄色いのは、ちょっとね、修理していこうかなと思ってます。ここのランプもつかないしな。バッテリー切れってわけじゃないと思うんだよな。これでも動かないからね。認識はしてるんだよ。よいしょ。なので、まあ、これ、よし、壊れてるところにね、こうやってマスキングテープ貼っておきます。そしたらね、本体を電源を長押しして、電源オプション選んで、電源オフしていきます。さあ、分解していきましょう。もうちゃちゃっと分解していきますね。Y 字のネジが、1、2、3、4本かな。今取ってるネジが Y 字ドライバーが必要なネジです。で、ここがプラスですね。ここがちっちゃいネジついてるんで、1本。で、下に2本。プラスネジ。よいしょ。で、上に1本。これで、裏面と上下は OK です。で、ここにもね、ネジがあるかなと思ったけど、なかったです。で、横のネジもね、多分取らないと開かなそうなんで、取ってるんですけど、今取ってるネジは取る必要なかったです。よいしょ。で、この、今取ろうとしている、真ん中のネジ、これだけ取ってください。これで、蓋が開いてます。これちょっと上のやつはね、つけときます。すいません、カミカミで。で、これで、開くと思います。開きました。汚ねえなこれなんかいろいろパーツがポロポロ落ちてくんだよね。なんかこれ分解失敗した感じがすんだよな。開けてて。で、なんかもういろんなところがパキパキ折れてて、無理やり開けようとした感じがね、するんですよ。
で、これね、移植しますね。これね、ついてなかったんで、移植します。よし。な感じですね。で、ちょっと磨いて、きれいにします。もうなんか泥だらけですね。うん。で、あとここもね、付け替えます。ここがあのスタンドの機構のところだと思うんですけど、よいしょ。これスタンドつかないよな。なんか他に部品がいるのかな。ちょっとね、スタンドをつけるための部品が足りないみたいなんで、そこはちょっと保留になっちゃうね。どっちだ、こっちか。よいしょ。なんかもぎれてなくなっちゃったんだろうね。で、部品がここにね、ネジ止めできる部品が入るみたいなんだけど、それがないんで、まあ、ちょっとスタンドは保留かな。部品がないです。やっぱりこれ分解してるな、きっとな。なんかね、いろいろ分解してるなっていうね、感じがするんだよね。で、このネットね、つけなきゃいけないですね。よいしょ。ちょっとネジがね、なかなかくっつかなくて、不器用ですいません。撮影しながらやってるとね、やっぱりちょっと大変なんだよね。手元が遠くて。まあ、こんな感じで。まあ、ここにね、なんか、つくんだろうな。今度、違うスイッチ分解したら、確認しときます。で、このスポンジもね、ここの隅につけるみたいなんで、つけます。まあ、この辺はね、外した部品と同じようになるように、つけていけばいいと思います。まあ、このスポンジが何の意味があるのか、ちょっと全くわからないですけどね。スポンジ、スポンジって言っちゃった。スポンジがさ、もうなんか、なんて言うんだろう、もうペコペコでさ、なんかスポンジの役割してないんだよね。ここにつける必要があるのかどうかもわからないです。で、こんな感じで、ネットつけました。それでは、問題のね、バッテリー交換、やっていきたいと思います。まず、プレート外さなきゃいけないので、プレートのネジをね、取っていくんですけど、どこについてたかね、わからなくなるんで、ちゃんと、つけていきます。マジックでね。何つけていきますって言っても、何のことかわからなかったね。マジックで、印をつけていきます。ここもかな。まあ、それで取っていきましょう。で、まずはね、これ、マイクロ SD カードスロットなんですけど、これをどうやって取るんだ？ん？ちょっと待ってね。
これは、あれ、なんかこれ外れてるぞ。ちょっと待って。あ、外れてる。やっぱりなんか分解済みですね。これは中どうなってんだろうな。分解してるね。まあそれで、あれかな。直しきれなかったとか、そんな感じかな。まあ、ちょっとね、なんか分解した人は、丁寧さに欠けるかなっていう印象はあります。ああ、ここもさ、フレームがちぎれてる。これね、ここについてるネジのこう穴があるんですけど、フレームが折り曲がって。これがね、ちぎれてる。だここを取らずに、無理やり蒸し開けたんじゃないかな。蒸し開けた、こじ開けたんじゃないかな。多分そんな感じがする。で、中もさ、この、鉄板っていうか、がさ、傷ついてんだよね。ここって傷つく理由がよくわかんないじゃないですか。なんか部品がポロポロ落ちてくるし。あ、これあれだ。後ろカバーの部品だ。あ、これも、ネジがわかんなくて無理やり開けたんだ。ここの、この辺についてるやつ。こっちか。どうだ？この辺か。まあ、そうです。こっちの部品です。画面のね、紫のやつの下側についてるやつですね。で、これで、ここ開けていきます。もうグリスも乗ってないっすね。ちょっと待って。これね、当たってないんじゃないかな。ヒートシンクに。これはちょっとひどいな。で、あとこのさ、中のバッテリーのスポンジ？すんげー曲がってんだけど。これはひどいな。これはもう任天堂さん、初めからでしょ。で、容量はね、一緒でした。ロアジャパンのね。なので、まあ、容量アップはできなかったけど、まあ、新しいバッテリーに交換しようかな、と、思っております。いや、やっぱり、個体差があるね。任天堂のスイッチは。このバッテリーのスポンジのところはほんとひどい。ロアジャパンのね、綺麗についてる。これは分解した人のせいとか、そういうことじゃなく、もう任天堂ですね。ここのグリスも、こう開けたけど、塗り替えずにもう一回閉めたんだろうな。もう完璧乗ってないですね。とりあえずバッテリー抜きますね。このね、ヒートシンクのところを多分拭いて、また閉めただけって感じかな。で、このバッテリーがね、すぐ取れるかなと思ったら、無理だな。これは大変そうだな。ちょっとね、温めてみます。100度の温度でね、温めてます。まあ、100度ならバッテリー大丈夫だと思うんで。ちょっとダメだ。これは、スポンジが溶けたわ。
ちょっとあれかな、これで引っ張ったら、うわ全然無理だな。でどうやって取ろうかと考えたんですけど、このねペラペラの金属、これをね突っ込むことにしました。で両面テープがね全面に貼ってあるんですよね。ここってさ、バッテリーのガイドもあるし、裏蓋もね閉めれば、そうそうなんて言うんだろう、動くところじゃないからさ、ここまでがっちり止めなくてもよくねっていうぐらい止まってます。なので非常にバッテリー交換がね大変かもしれないです。こじ開けると今度液晶の方に負荷がかかって液晶が割れちゃうと困るしね。今ね無水エタノール入れました。これでどうかな。きついな。いやこれねバッテリー交換考えてる人はこのねペラペラなやつが絶対いるかも。これ手でこじ開けようとするとよく本体曲がってるのあるじゃないですか。あんな感じになっちゃうと思う。このスイッチってね本体曲がるんですよね。湾曲するんですよ簡単に。だから無理にね力入れない方がいいですよね。な感じで少しずつねテープ切ってってます。よいしょ。いやこれは厳しいな。あ来た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 このケーブル引っ張りながらね、こう持ち上げてくるしかないし。いやこれ全面シールはきついわまあ安全性とかねそういうのを考慮してはあるんでしょうけど、でここもね綺麗にしていきましょう。あの糊はねあのジッポーオイルですね。もう断然、これで取っていきます。まあ、あの、火気厳禁なんで、あの、バッテリーをショートさせて、あの、火花散らして燃えたりとかね、させないようにしてください。で、綺麗になりましたので、バッテリーをね、乗せていきます。で、ここはね、折り曲げて、ケーブルは折り曲げてね、刺す感じですね。で、今回私が使うのは、この紙テープ。これを2本ぐらい使っとけばいいかなと思っております。なんて言うんだろう。ドックに挿したまま使うことを想定してるんで。まあ、持ち運びできればいいんですけどね。バッテリー交換する必要はないじゃないかと思う人いるかもしれないけど、ちょっとね、なんて言うんだろう。ドックから外して、手元でね、こう、タッチパネルで入力したいときに、やっぱりバッテリーは充電できてないと困るので、変えました。で、あとここね、もう全部きれいに拭き取ります。これはもう役に立ってないです。ひどいな、これはな。よいしょ。これは分解履歴ががっつりありますね。よいしょ。で、ここまで来たら、絶対、APU っていうか、のさ、グリスも
おかしなことになってんじゃないかなと思って、見てみることにします。よいしょ。あ、これは外した形跡がないな。これは外した形跡がないです。よいしょ。ちょっと私はね、このスポンジ切っちゃうやり方で開けてます。な感じですね。あ、これはでも任天堂さんちょっとひどいな。グリス全然入ってない。これはちょっとひどいな。だからスイッチ暴走してさ、壊れそうになるんだよな。熱でダメになるのは、これはもう、ほんと初期不良って言っていいぐらいの、ひどさですね。グリスがちゃんと乗ってないもん。熱も逃げないよね。で、どうしよう、グリス。CPU の、まあ、いつものこれでいいか。これ使います。MX4 ですね。これ使っていきます。で、こっちの方に、つけていきます。こっちの APU の方は、APU なのか CPU なのかちょっとわからんけど、あっちの方の、が広いんで、当たり面はここだけなんでね、こっちに塗った方が見栄えは良くなると思います。効果は一緒なんでね。大丈夫か。ここにね、ちょっとケーブルがあるんですよ。細いケーブルが。そこだけ注意してください。スピーカーケーブルがね、邪魔するんで。よいしょ。で、ネジ締めていきます。まあ、熱対策もね、ちゃんとしとけば、今年、夏になる前に、私もスイッチ熱対策っていうか、全部グリス塗り替えたんですけど、部屋が暑くても熱暴走一回もなかったですからね。今年。なので、これメンテナンスは重要ですね。で、サーマルパッドですね。熱伝導シート。言い方をしますけれども、それをね、つけていきます。グリスだとどうしてもね、横に逃げちゃったりするとね、後ろの鉄板と当たって熱を逃がしてるんで、そこがね、熱が逃げなくなっちゃうんで、サーマルパッドで対応します。で、まあ、これを使う理由はね、また、分解した時に再利用できるし、汚れない。さっきのようにいろんなところにベトベトつかないんで、すごく楽です。まあ、こんな感じでね、やってみてください。私が使ったものは、概要欄に貼っとくんで、まあ、自己責任でね、やってください。ちゃんと構造を知って、やれば、ちゃんとできるはずです。ちゃんとね、ここのパッドに全面当たってることを確認してください。このサーマルパッドもね、厚みが何種類かあるんで、今使ってんのは 0.5 ミリかな。よいしょ。で、これでネジ締めていきます。で、バッテリー側のネジが1本締められないので、
どうすっかなと思ったんですけど、裏蓋もつけるし多分影響がないので、まあそのままにしときます。ちぎれちゃったとこね。ちぎれちゃったっていうか、ちぎれてたっていう感じかな。で、ここね、ネジをつけていくんですけど、その前にこれつけた方がいいかなっていうことでつけてます。ただこのコネクタがね、入れづらいんですよ。だから多分これ分解した人も入れられなかったんだと思います。入ってると思って入れたけど全然ダメだったんじゃないかな。これね、ほんと入れづらい。で、どうしたかっていうと、このコネクタの位置がね、わかんなくなるんで、こういう感じでね、大体の位置は合わせてるんだけど、うまく合わないんだよね。だからどうしたかっていうと、マジックで、コネクタの位置をこう横に書いて、で、それで、こっちのコネクタと合わせました。こんな感じね。これは非常につけにくい。こう上からね、パコンってはめるだけなんですけど。よいしょ。あ、入ったかな。入ってないな。もうちょっとこっちだな。力入れすぎたら壊れますからね。あ、入った入った入った。カポって入るんで、しっかり入れてください。多分このスイッチ打った人ね、このマイクロ SD カードも認識しなくなったから打ったんじゃないかな。ここが抜けてて。で、分解履歴隠して、多分打ったんだと思います。後ろすごいもんね、傷がね。どんなことしたんだろうね。まあでも最初からこんなに傷だらけだったっていうことであれば、ちょっと任天堂さんの闇を感じますけどね。CPU グリスといい。私のやつもね、中古じゃないんですけど、メンテナンスした時にグリスがね、ひどかったんですよ。以前ね、動画上げてるんで、もしよければ探してみてください。で、あとこれね、もぎれてるやつ。これもひどいよな。で、ネジをね、締めてます。裏面つけて。まあ、この辺は、組み立てるだけなので、ちょっとカットしました。でね、ここね、今ね、ネジ間違えてて、これね、注意してくださいね。この、ちっこいネジ。このちっこいネジは、SD カードのところのネジでした。なので、そこだけ注意点かな。あとは、プラスネジが、上下つく感じになります。見えるかな？このちっちゃいネジね。これは、ここのネジだった。なので、そこだけ注意してください。じゃあ、これでね、組み上がりましたので、動作確認していきましょう。まず、電源入るかですよね。さあ、電源入るかな？あ、電源無事に入りましたね。大丈夫です。こんな感じでね、裏のファンが回り始めれば、あ、ファンも回ってるってわかると思います。なので、透明になってるといいよね。全面も透明にしたいよな。本当に入ってなかった。
まあ、タッチパネルがあるから結構大変だろうけどね。で、今ソフト入れてみましたけれども、どうかな。すいません、私の顔が映っちゃってて。ちゃんとロードしてますね。まあ、あと、コントローラーつけなきゃダメそうだったんで、やめましたけど、ちゃんとソフトロードしてるんで大丈夫そうでした。カミカミですいません。で、この後ろのプレートが思ったより、傷だらけなんで、なんか、色塗っちゃってもいいかなって思いました。なんかメタリックのさ、赤とかに塗っちゃってもかっこいいかなって、思いました。まあ、時間があるときにやろうかな。ちょっと傷が多いから、ケースがさ、なんか傷だらけに見えるけど、これ全部中身です。まあ、なので、色付きの裏蓋の方が良かったかなって思ってます。今思えばね。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、思ったよりさ、バッテリー交換大変だったんで、皆さんもやるときはね、注意してください。またね。